古く三世、男獣はアンジュハク、安獣博。古くネラの別名で知られる。古く三世は、ジョフロワ一世とアーデールドモーの子として、アンジェルジュ家に生まれた。古くネラが、新たに、安獣博を継承したとき、彼は、生まれながらの暴力的な気質と、並々ならぬ活力を持っていた。歴史カーシル・リュシェールの言い回しによると、中世で、最も波乱万丈な戦士の一人である。 彼はしばしば残酷であったが、罪を犯すたびに、相応の辞責、後悔の念に苛まれた。彼は、自らの罪を洗い流し食材を行うため、自らの領内の修道院を増やし、三度聖地へ渡った。実際に彼は、貫通を働いたとして妻を家計に処した数日後に、起きたアンジェ大化の背後にいたことで、とりわけ避難されている。 フルクネラは民衆の憎しみと己の両親の葛飾から追求されていた。彼の復讐、または野心の犠牲になった多くの犠牲者たちが夜になると墓から出てきて彼の眠りを妨害し彼の野蛮さを責めているような気がしていたのだ。最後にエルサレムへ巡礼した際、フルクネラはシャツを身にまとわずに聖墳墓の前へ進み食い改め二人の従者たちが 主人が命じた通りに唱えた。主よ、あなたを裏切り、あなたを否定した、この悪しき安住博古くを受け入れたまえ。改審した、我が魂よ、イエス・キリスト・を見よエルサレムにおいて、安住博が行った巡礼は、彼の死後に記された、年代記において、彼にアンシャンそしてジェロサー・ラミトンの別称を与えた。ランジェ城のダンジョン製法においては、彼は、義兄のブルターに及び、 レンヌハクコナン一世と敵対し、992年6月27日に起きたコンクルイユの戦いでコナン一世を廃止させた。この勝利でメーヌとトゥーレールを占領し、家臣であるドゥアール四者を南都に置いた。彼はノルマンディー公リシャール二世とも戦っている。千一年頃、モンソローの要塞を手に入れた時、彼は要塞を自らの最も忠実な家臣。 ゴーティエとモンソローに委託するのではなく、与えることに決め、よって、アンジュ最初の領地が誕生した。この政治的、戦略的決定は、領土に対する、より効果的な防衛を確実なものにした。モンソローの要塞は引き継がれなかった。彼は、自分の領地をポワトゥを犠牲にして拡大し、猛獣地方を征服し、1005年にモントルボーの城を建設した。 東方において第一の敵は、ブロアハクウード二世だった。しかし、カペー家の王との同盟関係によって彼は、ブロアハクに対して優位に立った。1016年7月6日のポントルボアの戦いで、古くネラは、勝者となった。彼はそれから、広大な領地の守りを、自らの大将で、アンジュのセネシャルに命じたリゾワダンボワーズに任せた。彼は、統治期間の間、常に、 ブルトン人、ブロア博と戦い、バンドームから、シャトーイコール・ボンティエ、ロシュ、モンバゾン、ランジェ、モントリシャールを経由してアンジェまで広がる白領を守った。モントレゾールの中世の城を含む100箇所以上の城、ダンジョン、修道院の建設は、彼の責任に負うものである。1007年、フルクネラは、ボーリューレ・ロシュ修道院を創設した。アンジューはまた、 1994年に要塞であるランジェのダンジョンを建てた。この遺構は現在もランジェ城内に残る。また、アンジェのサンニコライ家は千年頃に彼が掘らせたものである。ラマルシュ博アダルベール一世と共に990年に古くネラは初めてトゥールを征服した。それにもかかわらず、同じ年にトゥール住民の反乱が起き、町から追い出されている。 町を包囲した後の997年、安住博とその軍勢は、トゥーレーヌの首都を新たに追い尽くした。1030年代後半、ブロワ博ウード2世紀の死後、シノンの町は安住博に順番に奪取された。しかしながら、この占領は短期間に終わった。彼の息子ジョフロワは、1044年にトゥールとシノンの奪還に成功した。フルクネラの最初の結婚相手は、 遊具大公の中心バンドームパリ博ブシャール一世の娘エリザベートド・バンドームであった。この婚姻により、ギフ・ブシャール一世と古く三世は共通の敵ブロワ博を倒すための同盟を結んだ。エリザベートとの間に以下一助も受けた。いくつかの文献によれば、最初の妻エリザベートは古くネラの後継者になる男子を生まなかった。そのため彼女は貫通罪で告発され、 不平等な裁判で裁かれ、家計を宣告された。エリザベートにウェディングドレスを着せて、アンジェの民衆の前で、生身の彼女を焼いたと伝えられる。別の説では、千年頃に発生したアンジェ大火で、彼女は焼死したという。しかし、後者の説は、アンジェの三等版年代記に記述がされているが、疑いの余地がある。1001年、イルドガルド堂をオートイコールロレーヌド寸号と再婚した。 イルドガルドは、ロタリンギア出身であり、王家の子孫であることは1028年に創設された、ノートルダム・ドラ・シャリテ修道院の写本にて、証明されている。フルクネラとイルドガルドの間には、以下2種が生まれた。最後のパレスチナ旅行から戻ると、フルクネラは、メスで死んだ。遺体は、ボーリューレ・ロシュ修道院に埋葬された。1870年7月9日、修道院で、 発掘調査が行われ、考古学者が頭蓋骨と一部の骨を含む墓を発掘した。これは古くネラのものとみなされた。修道院の横浪南側で考古学調査が行われた後、2007年に再び墓が開かれた。ピティエサルペトリエール病院で行われた鑑定では、1870年に発見された遺体は安住白のものではないと結論付けられた。 古くねらは、アンジュ年代記において引用されている。この年代記は、古く四世の依頼により、アンジュの修道士が1100年から1140年にかけて記した。古くねらは、アンジュトゥーレーヌ、ポアトゥの至るところで、圧倒的な数の建設を行い自らの国土を防衛することに人生を費やした。彼は、ロシュ、ランジェ、モンバゾン、モントレゾール、 サンブランセに要塞を、そして修道院までも建てた。我々が今日も遠くから見ることができる高さ約30メートルの正方形のダンジョンで有名である。モントリシャール、ビラントロワ、ルーダン、モンコントゥール、ブリサック、ボージェ、デュールタル、シャトーイコールゴンティエの各城を建てたのも彼である。彼はアンジェのサンニコラ教会、ロンスレ修道院。 ブレゾンの三等版教会も建設した。ありがとうございます。